私ほとりんりんです。はい、というわけで今回はね、久しぶりにねお弁当対決をしていきたいと思います。ということでね、前回はりみがくまちゃんを作って、私がデスマウンテンを作ったわけですね、はい、それで見事にりみが勝って私が負けたと、はい、なので今回はリベンジさせてほしいということで、はい、いいですか。いい、今度は私も本気でいきますよ。はい。いいですかね。はい。あっさり OK してるけど本当に大丈夫。大丈夫。はい、ということでね、私のリベンジということで早速やっていきたいと思います。はい。ということで材料を紹介していきたいと思います。はい。でまずお弁当ですね。お弁当箱、お弁当くんだよ、うん、こんにちは、お弁当くんだよ。あとご飯の型、うん、型がぼちぼちあって、うん、ぼちぼち。あとこれはなんていうの、カップ、おかずカップみたいな、まあ、ご飯入れてもいいし、そうだね、とりあえず仕切りみたいな感じ、ね、でね、これがクッキングペンということで、100均行ったらすごい便利そうだったので買ってきたんですけど、クッキングペン、ケチャップとマヨネーズとかでデコレーションできるって感じ。うんうん、もちろんさ、これバレンタインのチョコとかにさ、こうチョコ書いてもいいし、うんうん、いろんなのに使えるのね、うんうん、はい。あとデコフリです。はい、こちらこれも100均で買いました。100均ですね。で、ここはピックですね、ピック。あ、あと、バレンだっけ、バラン、うん、バレン、あの、葉っぱみたいなバラン。バラン、バラン、そう。バラン、バランとピックもろもろあります。はい。すごい種類あるのでね。うん。はい。次、ゆかりと、おにぎり。うん、おにぎり海苔ね、おにぎり、おにぎり用の海苔ってことだ、まあ、使う方はって感じ、はい、ということでトマトと卵とカツー、これはしーちゃんとリミが大好きなカツとご飯とブロッコリーとパスタというわけです。あ、忘れた、ハムです。うん、はい、まあ、本当あまりね、種類ないんですけど、家にあるもので、家にあるもので、はい、急リベンジしたことも、そうだね、そうだね、うん、はい、でもそんなにいっぱい入んないと思うんで、もともとやってやってやって、はい、いい、じゃあやりましょうか。はい、じゃあやっていきます。はい、はい、どうする、テーブルちょっと綺麗にしないとダメ、綺麗にして、まずご飯からかな、みんな今日ご飯、このようにで拭いて、どのぐらいかければいいんだろうか、わかんない。おいしそうな匂い。匂い。あ、本当に美味しそう。このぐらいかな。もうちょっとか。桜緑も使おうとしたけど、どうしよう、この部分だけかな、緑ってどうしよう、これ葉っぱにしたら、葉っぱと、桜の花びら、なるほどね、あ、そっか、それ葉っぱなのか、あ、花びらなのか、花びらなんだけど、そっか、でっかいの、それをいっぱいくっつけると大きい桜になるって感じかな。ってことだよね、きっとね、うん、どうやって混ぜるの、これ、うん、そう、それいいな、ママのお昼ご飯は、ママのお昼ご飯はなし。ちょっと味見、それ何や、味見早、味見じゃないの、何、うち控えるから、そう、
作ってよ。ママ。何？ラップ。ラップある。これでも結構普通じゃない大きさは的に。こんなこれより大きいお弁当が逆に難しいよね。確かに。どんだけ食べる。腹弁って難しいよね。しょうちゃんは本当ご飯だね。ん？でも周りにおかずの上ですね。この辺のおかずで。どうやって閉じたしょう。ん？どうやって閉じ。こうやって閉じ。うん。桜桜いいじゃん。春だね。はい、というわけでね、カムじゃなくてカム作っていきました。ハムのね、あのお花みたいな感じのやつ、うん、これ半分に切って、うん、半分に折って切って丸めるだけでできるんでね、皆さんもぜひぜひ作るか皆さん。よくない、ほらよくない、ほら見て、ほらいい感じ。どれどれ、こんな感じ、うん、いい感じ、いい感じ、いい感じになった、こんな感じ、おー、いいじゃない。はい、うん、というわけでできました。できましたじゃないよね。もうこれ入んないでしょ、さすがに。だよね、入んないよね、ということは、うん、ということは、できました。卵でしょ。はい、というわけで完成しました。ということでね、まず一人ずつ紹介していきますか。はい、じゃあ先に早々とできてたお姉さまからいきますか。お姉さまからいきます。はい、じゃあ私のはね、うん、おこんな感じの弁当になってまして、はい、もう3月です、春です、うん、ということで、うん、桜をちょっと作ってみました、はい、でね、桜作った後はメイン桜なんで、サブはもうどうでもいいなと思って、うん、え、何がどうでもいいですか。どうでもいいと、彩り良ければ何でもいいと思って、それで、そうですね、はい、ブロッコリーに、ブロッコリーも一応芽がついてる、芽ついてるんですよ、なんか星のちょっと見えづらいけど、あ、それぐらいがいいかね。でカツと、目にギョロ目がいっぱいついて、卵と、ここがトマト、ハムと、ハムと枝豆、枝豆ちゃんで、周りがトマトですね。彩り良ければいいかなと、うん、まあね、彩りも大事だよね。はい、はい、じゃあ次リミちゃんです。当初はプーさんだったはずなんですけど、かわいい、あ、なんかプーさんじゃなくなってますね。なんかひよこみたい。確かに、かわいいけど、逆に可愛いけどね。可愛くなったからこれにした。で、上がパスタが入って、なんか目が回ってる。カツ、目にカツが刺さってて、うさぎちゃんはこれは何ですか？枝豆。そっか、目ちょっと見づらいけど、あ、そうね、枝豆。汚い。汚い。汚い。あ、取れた。で、あとこのハムはしほちゃんが作ってくれた。私が作りました。お姉様からのプレゼント品ですね。失敗したんです、これよいしょ。はい、じゃあ、ふた、あ、もう2つ持ってるし、こっち。ごめん。ねえ、このひよこちゃん食べれない。なんで、なんで、かわいすぎて、あ、かわいすぎて食べれない。まだちょっともうスプーンでグサッて。はい、こんな感じですね。はい、できました。いいじゃないですか。うん、で、今回も投票機能つけるよね。そうだね、つけよっか。でも、こういう公式。はい、じゃあ皆さん、よく考えて、今、投票コーナーを設置しております。見て、考えてるよ。映しちゃダメ、映しちゃダメ、考えてるよ。見て、映っちゃダメ、ちゃんとほら、これで考えてる。
皆さんどちらがよろしかったでしょうか。リミはリミ。桜弁当とひよこ弁当でございます。桜弁当に押してね。押してね押してね。ダメ。リミもアピールしとかないと。ダメ。ダメなんだ。私に押す。じいちゃんダメ。じいちゃんにやる。リミね。リミ。リミボタンとかないからね。はい、じゃあね、この作ったお弁当が今日のお昼でございます。ひよこちゃん食べれない。食べれない。でもスプーンで具材でいいんだよ。食べれるよ、美味しいよきっと。美味しいよ、多分。ひよこちゃんにこれ一番の気に入り。食べる？食べる。リミっぽいでしょ、リミっぽい。リミっぽい。でもプーさんって言ってたからさ、プーさんも期待してたら、いつの間かひよこになってた。やか。くしゃに隠れてる。うん、草タイプっぽい。だいぶお気に入り。2人ともなんか今回のお弁当はそれぞれ気に入ってるっぽいですね。気に入りました。うん、別のアンテも気に入ってた、うん、でも結構またね、上手に作れたんじゃないでしょうか。食べて待って、今箸持ってくるね。いただきます。えせーの、いただきます。はい、食べていいかな。どうぞ。だって食べないと、今日のお昼だから。うん、ママのお昼ないね。ママのお昼ないよ。シクシク作ってあげる。ほんと？今から作るの。カップラーメンとかにすごく夕食になっちゃう。ね、夕食になっちゃう。大丈夫、しおちゃん。ブロッコリーでかっ。これしかなかったの。マヨネーズつけなくていいの？ついてるよ。あ、ついてる。お姉ちゃまからいただいたハム、うん、壊れました。あ、落としました。落としました。美味しい？美味しいですか？うん。うん、美味しいです。うん。絶対リミ勝ったんだよ。ねえ、どっちが勝つかな。リミちゃんの2連覇なるか、それともしほちゃんの逆転があるのかね。どっちになるかは分かりません。絶対リベンジするから、勝つから。はい、分かっちゃう。自信ある。ほんと、2人とも自信満々だね。自信もない。あ、自信ないんだ。リミは自信満々でしょ。リミやもん、リミやもん、リミやもん。はい、じゃあね、ゆっくり食べましょう。はい、はい、トマトがまた落ちそう。大丈夫ですか。つかめる。はい、じゃあ皆さん投票の票をよろしくお願いします。バイバーイ。ママ、ん、さよなら。さよなら。